高木豊さんと起業してください。あー、だけだお前だろ、ひろくちゃん。ちょっとカメラ止めてくれる、本当に。高木豊です。高木です。ね、今日はスペシャル中のスペシャルで、はい、ゲスト呼んだら、おそらくモザイクがかかってると思う。はいはい、お呼びしましょう、はい、もう何もないよ、はい、隣の人だって江川卓郎さんです。よろしくお願いします。ちょっと撮ってしまう。聞きたいことは山ほどあるんですよ。すいません。聞くこと山ほどあってもいいんですけど、はい、言えることと言えないことあるでも言われてます。まず何を聞きたいって言ったら、昭和の怪物と言われたその生い立ちを聞きたいよね。漫画の本でも僕はやっぱ映画ファンとしては読んだんですよ、はい、そしたら川で石投げてた。本当ですか。本当ですか。普通書いてあるんですよ。本当ですか。いや、だから石をこう流れてて向こう岸まで投げてたんで、それが180メートル。正しくはですね、川幅が100メートルぐらいすごく山の中なんですけど、そこを小学校の1年から投げてると、最初は20メートル、30メートルあるんじゃないですか。それがだん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 行って、小学校5年生の時に初めて石についてた。5年でだからこれです、言うから嘘っぽくなるから。いや、嘘は信じてますけど。そこは嫌なんです。いや、どのぐらいの重さの石なんですか。高級より重いですよ。いやいや、これでっかい石だよ。こういう平べったい石ですよ。風に乗せる乗せ方がある石を、それをだから小学生で研究をして投げながら、それは誰かにやれって言われたんですか。いや、バスがついて降りて家に帰るまで暇だから知らない。だから、まあ小学生は投げてる。距離を伸ばしていくためにやってる。あと風の乗せ方が生涯そのボールのスピードに影響してくる。だから僕の同じボールを投げようとすると、石投げから始めないと特別に明かしてるけどね。いや、そうですよ。これは石を投げるのはどういうコツだったんですか。空気の抵抗をスピンを効かしてこう伸ばすっていう出し方があるの、今でもできる。で、江川さんは野球好きだったんですか。小学校の時にさ、小学校にソフトボール野球ないんですよ、山の中で。その時ピッチャーですか。そうなんです。下から投げてもしょうがないんですよ。で、中学行ってどうなったの。最初はレフト、肩がいいから。ピッチャーやりたくなかったんですか。別にやりたいとは思わなかった。じゃあ何のために肩鍛えたんですか。石投げ。石投げだからボールが伸びてくる距離だけの話。だけの話。野球やるためにやってたわけじゃない。すごいっす。じゃあ中学の途中からピッチャーなんですか。1年の秋に先輩のエースにいてピンチになったの。コントロールが悪いから、ね、お前レフトなんだけど、まあやってみろ。やっとみたいに練習は多少してたんですね。その時はスリーコートだったんで、あんまり上に動いてなかったの。もうスリーコートはダメですよ。わかりますよ。相手さんね。だからあんまり球が速くなかったから、コントロールが球が速くなかったんですね。投げ方がだからわかんない。ピッチャーじゃない。石をただ投げるだけだから、ピッチャーとしての投げ方は知らなかった。ここでリリーしたら抑えちゃったんですよ。それでピッチャーやれって言った。それで高校の時はもうピッチャーで入学。転校したわけ。親父の転勤で。え、どこに住んでるの。静岡の山から。これがどっちか。ちょっと飲み物かね。暑いしね。何中のなんか水で。川の水があれば、川の水ありますね。炭酸とか炭二とか炭一でいいんですけど。電池ですね。電池ですね。それで栃木に行きました。で、栃木では中学野球をやった。中学入って野球やってんだよ。転校したら辞める人いるじゃないですか。でももうその頃は楽しかったんですね。そしたら優勝しちゃったわけ。ピッチャーで。ピッチャーで。で、それがまず一つあるんだけど、そのチームにピッチャーがいたわけだ。その人と、どっちがピッチャーやったかって話になって、転校していくことも嫌なんだけど。転校して争うこと。争う、その人と投げ合うことになっちゃう。それで先生が面白いなんだけどね。で、彼はショート。これ大事な話じゃない。ちょうど響いてるから。甲子園の話するんでしょ。やっぱそこは。甲子園の話にならないです。まあ、監督が選んで、ピッチャーやってた人が紹介して、そうそう、それがまず最初にやるんですか。そう、向こうはその3年間同じチームでやってるんですよ。それ健康で帰って、急にエースになっちゃう。そうそう、感じが悪いじゃん。それはもうしょうがないんだよ。だから、しょうがないって言ってくれたらいいんだけど、そこの話を打ちないと、なんでそうなっていくか分かんない。俺は迷惑かけようと思ってないんだ。でも、親父の転勤だからしょうがないじゃん。僕も転校を理解しましたから気持ちわかるでしょ。ああ、みんな場合は入りたいタイプ。いや、そんなことない。僕もちょっと大丈夫です。聞くの今涙が出そうなんです。
事前の何か事前の何か。それで高校行きました。高校の最初は作新学院ってことになったんですけど、作新学院に志望じゃなかった。埼玉県の浦和高校っていうか大宮高校どちらか進学を目指して、結局野球をやったんだから進学の話はいいんですよ。大事なんだって。本当に、うん、なんでか、中学校の時に転校する時に早慶戦を見たんですよ。親父が早慶戦を見せてくれた。プロじゃない、僕は早慶戦があるから。だからその早慶っていうのは進学してそこの雰囲気が忘れられて、今日は新しいの出してるでしょ。出せる、出せます。そうなんですよ、特別だもんね。いやー、まあ、あれ、赤木さんだから。いやー、すごいっすな。それはありがたいですよ。おめでとうございます。あ、それはない。あ、上野さん、25日、誕生日だったんですね。それで高校入学しました。まあ甲子園を目指すことになりました。野球の夢なくことができちゃった。でもその時もイエスがいたわけだ。ああ、そこだ。そこでまたまた争いごと1年生、3年生に変わって投げちゃうわけだ。で1年から投げましたよね。そうだ。でも高校通算バカみたいな成績でした。一番すごかったのは2年の夏だ。ちょっと言ってみよう。今年で1試合目がノーヒットノーラン、2試合目が完投試合、3試合目がノーヒットノーラン、4試合目決勝が10回数ーッまで乗ってもらう。こと負けた。負けたんですか。4試合目が乗ってもらって終わってたら、ヒット1本も打たれないで、すげえ。すげえ、もうギャグ打ってるよね。3年の時は5試合で2本打たれてるからね。ヒット2本打たれてるから、じゃあ、謙虚なふりして上から突っ込んできますよ。人生喋ったら、いや、それ喋るとそういう時間を浴びるっていう。でも高校時代、耳にね。そう、高校時代。そこれ1年の時は、それ、まあ、勝ったら多分先発選ばれるって1年の秋に1回の3アウト目から4回終了して10連続なんです。いいー。でも2から10になって4位半分。その時逆転されたんですよ。まあそれぐらい甲子園行けなかった。でも俺はね、おふくろに怒られたんですよ、江川さんのところで。江川さんのせいで。江川さんっていうのが、うん、俺知らなくて、俺おふくろに呼ばれたんですよ。どこだっけ。山口県ね。で、おふくろに呼ばれて、ピッチャー見てごらんとか言って、僕も野球好きでやってたし、何を見るんだって、すごいからって、とにかく。バッタバッタ三振取るんだけど、球が速いっていうのが分かったんだけど、この投手の集中力が違う。ほら、帽子なんか絶対触らないでしょって、もうキャッチャーばっかり見てるからって。でも、投球の合間に、お袋がこうやってコップとか洗ってるわけですよ。どういう江川さん触ってるの触ってるけどなと思いながら。で、投球の時にパッとお袋を見るから、触らないよね。ほら、見てごらん、一回も触らないでしょって言われたから。それは僕の責任だ。そうですね。家族内の問題はおかしい。そういうことあるんだよね。家族で揉めてることは。江川さんね。とにかく子供に見えませんでした、投げてて。もう本当に当てるのが精一杯っていう感じだったんですもんね。そうですね。しょうがないですね。無差しながら。しょうがないですよ、それでそうなんだから。いや、投げてて面白かったよ。いや、だからバウントよくやってきたのよ。三振すんなって監督が言われて、こうバウントすんだけど、バットに当たらないじゃん。まず、バウンドになるんですよ、今度。で、バウンドになるから。で、普通のこうやってバウント構えたら、こうなるよ。俺のカーブすごいから、二人になる。変化がこのままやったらこうできるけど、ものすごく曲がる、合わせられないから縦だよ、バント。伝説に言うと、バントの構えしてて、コーンって芯に当たったらレフト前まで飛んでる。空白の道に聞きたいですか。40年前から巨人が来るまで行くなって記者の人が同じ始めたわけ。打たしてのファーストゴロを避けちゃう。内野手がですね、選手の、草たちがそれを始めると言ったんですよ。